酸化鉄、顔料酸化鉄は鉄の酸化物の総称。酸化数に応じて酸化鉄や酸化鉄など素性が異なるものが知られる。いずれも鉄の酸化物であり、水酸化鉄と並んで錆を構成する成分である。酸化鉄は自然界では鉱物として見出され、代表的なものは赤鉄鉱、カッ鉄鉱、ジ鉄鉱、薄体とジ赤鉄鉱である。金属鉄が 酸素によって酸化された際に生じる酸化鉄、水酸化鉄及びオキシ水酸化鉄は合わせて16種類が知られている。普通の条件では条件により偏りはあるにしろ金属鉄が酸化されてこれらの化合物の不定比の混合物を与える。また、純安定状態であるものも多く加熱等の繰り返しにより鉄の酸化物の組成は変化していくことが多い。 半例組成式。化合物名金属鉄は酸化還元電位が、プロトンより性であるため、酸性水溶液中では酸化されて、金属鉄から FE2 イオンが溶け出すが、それが酸素により酸化されることで様々な種類の鉄の酸化物を生成し、それらは鉄サビとして知られている。水溶液中では pH に依存して、FE2 からガンマ デルタオキシ水酸化鉄、酸化鉄まで様々な素性の酸化物が生成する。鉄表面の不動体皮膜もこれらのオキシ水、酸化鉄や酸化鉄により構成されると考えられているが、灼熱した鉄に水蒸気を反応させる、焼き止め処理により生成する黒サビでは、酸化皮膜は酸化鉄や酸化鉄などにより強固な酸化皮膜が形成される。いくつかの酸化物は、 陶器やセラミック用素材として広く利用される。釉薬にも使用され、多くの金属酸化物と同様、高温で焼結させることで釉薬を発色させる。鉄を含む釉薬の特徴として、焼成時に酸素が十分にある酸化的雰囲気だったか、酸素が足りない還元的雰囲気であったかで発色が全く異なるという点が挙げられる。 鉄は、アルミニウムやチタンと同様に岩石中に豊富であり、酸化鉄を含む鉱石から鉄を得ることは難しいことではない。r c シック、顔料、カークオスマー化学大辞典、マルゼン、P297、1988年、ISBN4 から 6210329258ABCD 長倉サブロ酸化鉄、岩波理化学辞典、 第5版 CD ロ m 版、岩波書店、1999年、コーネル、RM シュエルトマン、ユーザー案を記載図、ストラクチャー、プロパティーズ、リアクションズ、オカランシズユージズ、YDVCH、ISBN3 から527302743。この時、A- は、CL、または 0.5SO42 である。 三沢俊平、末高博志、下平三郎、水溶液中における、酸化鉄、オキシ水酸化鉄の生成と、物性、材料、社団法人日本材料学会、ボリューム19、ナンバー201、ピアニッシモ、537から5 4十二シニア、欧州食品安全機関、酸化鉄類及び水酸化鉄類に関する、科学的データを募集なの赤こんにゃく鉄分。 たっぷり武将好の未構労働省添加物、使用基準リスト、ブラックオキサイド FAQEPI、エレクトロケミカルプロダクツ、インクハット ABFA コットン、G. ウィルキンソン、無機化学、原初4パン、倍風管、P748、1973年、ISBN4 から563041939、R.B. ヘスロップ、K. ジョーンズ、無機化学、 東京科学導人、P7941978 年ありがとうございます。